お久しぶりです。いや、ポルさん、本当に長いですけど、はい、お付き合いとしては40年近いなと思いますけど、35年ですかね。そうですか、はい、でももう四捨五入したら40年。そうですね、35年ぐらいですね。はい、はい、今日はパラダイスカフェご出演のためにね、はい、あのお越しいただきましたが、もうリハーサルの1曲目で、はい、もうちょっと涙がこぼれそうになっちゃってこれ今でもまだ変わらないんですけど不思議な魅力を持った方ですね。リハーサルの1曲目って何でした？枯れ葉散る夕暮れは、はい、いや、五郎さんとの出会いは実は30代前半に新宿のルイードで、はい、川島英吾さんがコンサートがありましたね、はい、その川島英吾さんのコンサートに僕は行きました、はい、そうしたらたまたま英吾さんのバックでギター弾いてるのが友人でして、はい、あ、なるほど。で英吾さんに紹介してくださったんですよ。ただ英吾さんが「おお、タッキー君、俺は知ってるよ」と、今日はねボロも来るから後で紹介するねって言ってくださったら、そこにボロさんが来られて、はい、ボロこっち滝君、滝君こっちボロさんって言って、ええ、僕初めましてって頭下げたら、はい、ボロさんの頭が僕よりもっと低くて、あ、そうでしたか。はい、それで僕パッと頭上げたらボロさんまだパッとお辞儀しまだお辞儀してて、僕ね、いろんな方と初対面のご挨拶いっぱいしてまいりましたけど、はい、こんな強烈な、はい、このこう印象に深い初対面のご挨拶は未だかつてボロさんだけです。あ、そうですか。はい、あ、覚悟もあらなければいけないなって本当思いました。いや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 、まあ、それから35年ですか。そうですね、大阪で生まれた女、が出て何年になりますか。もう39年ですね。これは未だ日本人の心の歌として日本中がみんな歌ってくれてますね、ボロさん。そうですね、はい、なんかありがたいっていうか、大衆が、はい、庶民の皆さんがね育ててくれたっていう感じですよね。もう私の歌じゃないですよね。ああ、なるほど。またボロより上手いと思ってる人いっぱいいますからそうですかね。いっぱいいますよね。あれは18番までありますね。一度パラダイスカフェで大阪で生まれた女、ワンステージ18番まで全部やっていただきました。それでワンステージが終わりましたもんね。そうですね、まあ、35分ぐらいかかりますから、ちょっと前後で MC 入れて45分ぐらい、18番同じ曲を聴いてるのは本当に辛いと僕はちょっと先入観で思ってましたが、はい、みんな泣いてましたね最後ちょっと話飛びますけど、はい、アメリカでもステージをやったことがあるでしょ。はい、あります。でその時にアメリカのレコード会社の方から、はい、アメリカで CD かレコードを出さないかってお声がかかった、はい、あ、そんなこともありました。はい、ね、はい、それはそのボルさんの声を聞いてからですよね。そうですね、はい、アメイジングって言われたんでしょ。アメイジングって言いましたね。信じられない。なんでだって、なんで涙が出るんだっていう、ね、あ、そうですか。言葉が分かんなくても、はい、なんで涙が出るんだろうっていう、ね、シンガーにとってね、私はね一番大事なものはね、あの古された言葉ではありますけど、ハートだと思うんですよね。でハートってどっから出てくるのっていうことだと思うんですけど、はい、私はねいつも考えてるのは、その言葉の後なんですよね。言葉の後にしっかりとね感情を出す。感情でもいろんな、いい感情も悪い感情もいろんな感情ありますけど、はい、その感情の後に真心、感謝のありがとう、本当にありがとう、この歌を聴いてねっていう思いがねちゃんとあれば、どんな言葉でもね感動すると思いますね。
もうその通りだと思いますよ、はいはい、レコードデビューの話を蹴ったのは、はい、なんかすごい本数のライブ、やっぱり向こうはショービジネスですから、はい、年間300本とか契約しなきゃいけないんですよね、コンサートやらなければいけないと、ね、そうなんですよ、年間300本ぐらいで、それでずっとそのもうアメリカってすごいじゃないですか、話聞いてるだけでゾッとしましたけど、はいはい、まあ、お金もないわけだから、はい、当然飛行機とかじゃなくてバスみたいな感じですよね、そうですね、もう、はい、そのオンボロバスでっていう感じでツアーなんですよね、はい、最初そういうふうに全部もう説明してもらいますからね、あのあれですよね、ブルースブラザーズみたいな世界ですよね、ある世界です、バスでいろんなコンサート会場、ライブ会場回っていくっていう、ね、それとやっぱりあの言葉ですよね、英語でやっぱりそのラジオでって日本語でっていうのはいかないので、なるほど、テロップないんで、やっぱ英語でご挨拶したりとかね、それは無理ですよと、間に合わないとじゃあこれは来世に持ち越すと、ね、そうね、もうあのひょっとしたらね、はい、あの私103歳まで歌うので、は103歳まで歌うってことはあと40年ぐらいあるんですよ、なるほど、なんで103歳かというと、はい、あのダンサーの大野和夫さんとか、それから彫刻家の北村聖望さんとか、はい、あの方が偉大な方々がですね、やっぱりその103歳までダンサーとして、それで北村聖望さんは彫刻家としてまたそのやり続けられた、シンガーソングライターで一人ぐらいね、うんうん、でその103歳までっていう人がいてもいいんじゃないかと思いましたね、それで決意されたわけですか、そうですね、ゲーテが言ってますからね、はい、決意して歩むものに世界は道を開く、だ決意して歩めば世界は道を開くんだっていうね、だからね、ちょうどそれも病室のベッドの上で硬膜下血腫で血がここから出てて血を抜いてて、それで2度大手術して、そのベッドの上で、あ、ゲーテが決意して歩めば道開けよって言ってるから、じゃあ決意しよう、103歳まで歌おうって、ゲーテが言ってるように決意した瞬間からやっぱり世界変わるんですよね、あ、面白いもんですよね、名医に出会うんですよね、名医、お医者さんで、名医、お医者さん、はい、いいお医者さん、それでちょっとしたパーティーでね、3曲ほど歌ってくださいって言って行きますでしょ、はい、そうするとね、今度は関西の薬問屋さんの社長さんばっかりが集まってるパーティーだったんですよ、ほう、薬問屋さん、はい、でみんな名刺置いていくんですよ、どうもよかったよ、ボロさんの歌って、あの薬のことだったら何でも言ってね、薬、うちの薬は一番、世界で一番すごい薬だからって全部名刺置いていって、はい、こんなみたいな、どんどん環境がどん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 そういう環境に変わっていく、103歳まで歌わせてもらえるようなそういう環境になって、で研究者の中でも世界で一番の研究者の山中教授っていう人がノーベル賞、はいはい、その人にも会いました、はい、なんかひょんなことでね、それが実はこれなんですね、そう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 、これあの2週間ほど前のあのスポニチなんですが、なんとボロさんが iPS 研究支援ソングを歌われたということで、これもひょんなことでね、はい、歌ってくれって言われて、はい、歌うことになったんです、幸せの贈り物っていう歌なんですけど、でそれをね、はい、どうせもう CD 化しまして、はい、まあ、あの iPS 応援歌だということでね、はい、出して寄付もされてらっしゃる、そうですね、あやか基金25年やってきましたので、はい、まあ、それの要するにお金を持って寄付しながらミニコンサートさせていただいて、であの皆さんの労をねぎらうと、まあ、今一番大変な時ですのでね、山中教授のチームもね、そうなんですか、自分自身もね、やっぱりそんなもういい お医者さんに出会いで、研究者でももう世界でトップの人に出会ってね、やっぱりそういうあのボローがその歌を歌うのにね、やっぱ一番そのいい環境をね、はい、作ってくれてるっていうね、そんな感じでいます。ああすごいですね、そのボロさんの思いがね、はい、その感動が詰まった、はい、アルバムが、はい、できたということで、ボロシャウト、これはボロさんどんなアルバムになるんでしょうか、
ライブなんか録音みたいな感じでね、はい、やってほしいって。でもライブ録音はちょっとあれなんで雑なんで、じゃあスタジオでちゃんと撮りましょうということで、はい、ただ一発録音っていう、まあ、本当にライブ一発録音で、はい、お客さんいませんでしたけど、かなりの緊張感で、もう失敗できないぞって、まあ、いつもと同じですけどね。ネグレスコホテル、はい、酒と涙と男と女、はい、大阪で生まれた女、悲しい色やね、ぐでんぐでん、はい、もう耳なじみ の, あ, のある曲ばっかりです ね, そ, うですね。それからさっき歌ってくださった恋人よ、はい、驚きましたね。もうすごい素敵な響きがちょっとたまりませんでしたが、あの大阪で生まれた女をなんか19番か20番作るということで、なんかレコーディングされたとかいうのちょっと僕斜め読みしかしてないんですけど、バイオリニストのあの誰でしたっけ、大阪の椎名さん、椎名さんがあのレコーディング中に、あのあそれはね19、20、21番っていうのをね、はい、前あの、ま、この前のアルバムのところに入れたんですよ。19、20、21、はい、だからその後の大阪で生まれた女を、はい、作って、まあ、作ったらどうだということで作ったんですけどね。まあ、あのまあ還暦すぎて、はいはい、で孫もいて、はい、みたいな。まあその大阪のバイオリニスト椎名さんって本当すごいバイオリニストなんですけど、そうですね、彼女がダメだもう泣けて弾けないってスタジオのブースから出てきてなんか出てきたらみんな泣いてたっていうエピソードが書いてあってね。あ、そうですね、その通りでした。ブロさん周りの人みんな泣かせてるんですね。というか自分も泣いてるんですよ。あ、そう、うん、もう自分も泣きながらね、はい、歌いますからね僕は、はい、大昔にボロさんがまだその新地で弾き語りしてる頃に、あのホステスさんとお客さんが酒飲んでてね、あのまあきっとあったかいね、いろんな話してんでしょうけど、でもあのボロさんが歌い出すとホステスさんがみんな泣き出してもうボロやめてと、もう仕事にならへんがなっていう話がね、ありましたね、あったっていう、僕のその話を聞いてね、よくありましたよね。いや本当、まあ、あんたの歌は BGM ならんそういうことですね。北新地におるな言われました。あ、そうなんですね、うん、どっか行け。まあ、あの紹介したエピソードはまだ本当にたくさんあるんですけど、番組の中でそうですね、もうね、あの第2弾をまたオーバーでした、はい、第2弾をぜひ時間またボロさん作ってもらえませんか。ぜひお願いします。もうぜひともご紹介したエピソードは内田雄英さんとボロさんの出会いとかね、新助と新助さんの家連れて行ってくれましたもんねボロさん、大吉さんちょっと付き合ってとか言って、はいって言ったら新助さんの家行ってね、でボロどうしたんとか言って、あのなんかビールで乾杯してボロさんひっくり返った話もちょっとあるんですけど、いっぱいありますね、はい、またゆっくりさせてください。いやいや、もう、はい、いっぱいしましょう。今日もボロさんの歌が聴けるのが本当に嬉しいです。はい、ありがとう。今夜もどうぞよろしくお願いします。ボロさんありがとうございました。滝さんのおかげで私もここまで来ましたとんでもないです。ありがとうございます。じゃあボロシャウト、はい、今夜聴かせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、シャウトを引っ提げて頑張ってます、ボロでした。ボロさんでした。